またアーチさんに上がってもらってお願いしたいと思います。お願いします。あれ MC ジョーどこ行った？ MC ジョー is back from him。 あれジョー何すんの？ということで、ですね、今年は選挙でクソ暑い夏になるぞって煽ろうと思ったら今日もう暑くなっちゃったんですけど、温度的に、さっきなんか奥田木君のツイッターで投票予想が 53% とかまずいんで 60% いかないと。野党に入れる人を増やすことですよ。投票に行けばいいっていうわけじゃないんで、いいですか？みんなの暮らしのためには野党に入れよう。今日通りかかってるこういう人たちをみんな巻き込んで一緒に頑張っていこう。もうすぐですからね、来週22日公示で7月10日ですから、もうあっという間ですからね、あっという間。毎日頑張って、そして7月10日を私たちの勝利の日にしよう。イエーイ。祝杯をあげよう。乾杯をしよう。おいしいビールを飲もう。月曜日二日酔いになるからもうお休みにしといた方がいいかもしれない。いいですか？ここで勝利を約束しよう。この世界を私たちのものにする方法、私たちの手の中に奪い返す行動、今期でも投票、声を上げろ、拳引き上げろ、この社会を愛したちの好きにさせない共闘、何度でも仕掛けよう、悔やましょう、ジグラーロー、イチロー、君の一票、選挙へ行こう、選挙で変えよう、選挙へ行こう、選挙へ変えよう、日本を変えよう、一緒に変えよう、日本を変えよう、一緒に変えよう、野党は共闘、野党に勝利を、野党に勝利を、我らに勝利を、選挙へ行こう、選挙で変えよう、日本を変えよう、一緒に変えよう、イエー、我らに勝利を、イエー、Come make some noise、頑張っていこう。ありがとうございます。安倍政権の、0618新宿大街宣はこれで終了になります。通行人の人とか、信号待ちの人とか結構ご協力ありがとうございます。4月10日に選挙あります。必ず選挙行きましょう。野党に勝たせましょう。市民が勝ちましょう。本当にありがとうございました。I'm like